おはようございます。レイです。1月の4日、木曜日の今日は、石の日です。1月4日の語呂合わせから生まれた日です。石は昔から神様の寄り付く場所として尊ばれ、まさにお正月にふさわしい日と言えますね。この日にお地蔵様や狛犬などの石のものにお参りをすると、願いが叶うとされているんですよ。そしてね、今日は交換帳御用始めです。官庁で年末年始の休みが明けて、その年の最初の事務を取ることです。1873年、明治6年から交換帳は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律で定められておりまして、4日が仕事始めとなります。通常は1月4日であるんですけれども、まあ土曜日曜の場合は直後の月曜日となります。そしてね、今日は取引所の大発会です。これは証券取引所での新年初めての立ち会いのことですね。さて、今年の景気はね、どのようになりますかね。この取引所の大発会での相場によってね、その年の景気のね、良し悪しが分かるなんていうことも言われておりますけれども、まあこれはね、まあ縁起を担ぐとか言語を担ぐっていう意味でそういうふうに言われてるっていうことがね、あるようですね。まあ今年本当にね、景気の良い年になりますよ。心から祈っていきたいものですね。そして今日からね、仕事始めの方いらっしゃると思います。仕事始めの方は今日から頑張って行きましょうね。私も頑張ります。それでは皆さん、今日も良い一日を。